のハイパー竹崎のさ、ダブ水作った後、布団ちゃんのあのテンションがなんかちょっと忘れらんないんだよな。みんな、俺初めて配信でスイカできたわっていう、ああいうの結構やってたよね、布団ちゃん。俺おめえらのために頑張るわみたいな。つか、なんでスイカやってんだ、本当にハマってんだな。何々するわみたいなやつ。あれ結構好きやねんけど俺。そうそう、主人公っぽい感じの、なんつうのかな、あのテンション結構好きやったの俺。盛り上がるよなあれ。俺も真似しよう。なんでこのバカにし、もう すごいな本当に、後ろ向きで、うん、バカにしてるみたいな、うん、うん、もういいじゃねえか別にそんな、ああ米なんかちょくちょくキモくていい、どれちょっと見てみよう、ここがあれだろ、あのネットの、あ別に嫌いじゃないけど、あいつが生きてるのはめちゃくちゃ見てて周知というか苦しくなる、主人公気取りをしている人を嫌ってる陰キャが米欄にたくさん湧いてて草と、俺は絶対に拍手しなかったさ。俺は絶対に拍手しなかったぞ。ああ、なるほどね。硬い意志がありますね。しようかなと思ったもん。初めてスイカ作れたわ。嬉しかったんだもんだって。そんな嬉しかったんですよ、初めて配信で。できて声通るよね、布団ちゃんってね。うん、やっぱ歌えるからさ、ああいうその会場で通せる。いや俺初めてだよマジでスイカできたの。そうだよな、いや歌孫さんとできたのあれ脳幹だろ。だって歌える人だって博識発声だから。あれちょっとこれ抜きどころは、みんな俺配信で一回もスイカできたことないけど、スイカ頑張って作るわ。スイカできたら、みんな俺配信で一回もスイカできたらことねえけど、スイカ頑張って作るわ。いやいや、ちょっとバカにしてんだ俺は。まだちょっとバカにしてる気がする。ことねえけど、みんなだって似てねえし、しかもモコ君防音室だろ。なんでなんかめちゃくちゃヒソヒソ言ってんだけど俺。配信で一回もスイカできたらことねえけど、スイカ頑張って作るわ。なんでそんな、ちゃんとあの本番でさ配信できてこないとすぐ作ってさ、みんな俺何か分かんないけどすぐやってきた。あのマイクパフォーマンスはちょっと俺もほんま真似しようかなと思ったもん。あれなんてか、まあ、そのマジンブーみたいそのあの決してバカしてるじゃん、あの熱い感じが。もう言わなくていいですよ、もうええよな、もういいからね。いやそのマジマジでそのバカ。いやあれめちゃめちゃ好きやったな俺。もういいよ言わなくて。いやマイクパフォーマンスがうまいのよ。よかったよかった、ポンちゃん、よかったよかったよかった。いやちょっとあれですね、まあ、もうちょっと真偽はちょっと分かんないですね。うん、じゃああれはズリーはちょ天丼すぎる本当に。1回目はまだあれだったけど、2回目で3回目でちょっとズリーはあれなんとかだわって、俺あんまそういう口癖昔なかったんだけど、なんか
なんかそういう口癖出てきちゃったな最近。なんとかだわって。確かに俺頑張るわみたいな。そう、分かっ、そうだわ、ノクティスからだ、そうだ、絶対ノクティスからだわ、そうだそうだ、そっからだ。やっぱつれえわあのところだ。そこからなんか舞い降りちゃってる。そうだ、うん、そうだわ、あ今も言ってる。そうだ、なんとかだわ、めちゃくちゃ言ってるその時。うん、